はいどうもチャンプルーです。ということで今回も沖縄県のクイズをやっていきたいと思います。まあね、沖縄で生まれ育ったんでもう分かって当然でしょう。それじゃあね、早速やっていきたいと思います。なんかね、見出しには30問って書いてあるくせに、この画像の中ね、これ20問って書いてあるんだよね。よくわかんねえ。さーて行きましょう。はい、第1問。沖縄県は1879年までの約450年間日本ではなく独立した国となっていました。その国名は。まあ2番ですね、ここ琉球王国ですね。第2問、沖縄の方言でこんにちはという意味の名なのはどれでしょう。ハイサイです。はい、次、沖縄にあるモノレールの名前は何でしょうか。ユイレール。この中で沖縄出身の女優は誰でしょうか。まあガッキーですね、新垣結衣さん。まあ新垣とも読むし、新垣とも読むし、新垣とも読むし、いろんな読み方がありますね。はい、次、第5問。水で溶いた小麦粉を薄く焼き溶かした黒糖を挟んで巻いた沖縄クレープの名前は。まあこれはチンビンですね。俺チンビン苦手なんだよね。なんか沖縄のお菓子で一番好きなのはチンスコーとサートアンダギーですね。はい、第6問。沖縄で食べられているイラブー汁とは何を使った料理のことでしょうか。まあこれは簡単ですね。3番、海蛇です。まあ、2番はヤギはヒージャーと読むし。はい、第7問。沖縄でお盆に踊られている踊りの名前は何でしょう。エイサーですね。まあ運動会で踊るところもあるよね。俺も踊った運動会で。2018年現在、沖縄にある世界遺産は いくつあるでしょうか。なんかね、琉球王国および関連グスク群みたいな感じで、あのユネスコには登録されてると思うんだけど、どこだろうね。多分いろいろあるはず。泣き尋常市、ザキミ城市、中城城市、カツレン城市、玉うどん、式南園、首里城、セーファウタキー・シモン。で、あと一個、まあ、どっかあります。まあ、9個です、とりあえず。第二次世界大戦後、戦後、アメリカの統治下に置かれていた沖縄が、日本に返還されたのはいつでしょうか。まあ、年数でわかりますね。1972年なんで。1番です。はい、次、第10問。東洋一の美しさと言われている久米島沖島の5キロに位置する砂浜岳の3つの無人島の名前は何でしょうか。まあ前もやりましたね、これ。まあこれでしょう、果ての浜。それじゃあ答え合わせです。1、琉球王国、 OK。 ハイサイ、 OK。 ユイレール、 OK。 新垣結衣さん、 OK。 チンビン、OK。 海蛇、 OK。 エイサー、 OK。 キュー、 OK。 あ、そうそう、それ忘れてた。これそのひゃん歌キーシモン、これが出なかった、さっき。はい、1972年、オッケー。
果ての浜 OK! 100% 正解です。続いて後半10問、沖縄でしか見られない鳥の名前は何でしょうか。これですね、ヤンバルクイナ。次、沖縄にあるこの地名何と読むでしょう。まあ3文字だけど2文字です。ビンです。はい、14世紀頃に中国から伝わり沖縄で一番親しまれている楽器は何でしょうか。ニートさんは聞いたことがないですね。三振です。はい、沖縄が舞台となった映画はどれでしょうか。まあどれも知らないけど、二来家内があるんで二来家内でいいでしょう。3番、沖縄の方言で死にとはどういう意味でしょうか。とても、まあとてもとかね、超とか意味あるよね。まあ死にの類義語としては、やっけい、一平、デージとかそういったものがありますね。第16問、沖縄にある日本最南端の島は何でしょうか。波照間かな多分。はい、沖縄発祥の食べ物はどれでしょうか。え、唐辛子。あ、でも砂糖かな、砂糖きび。どれだろう、唐辛子でいいかな。沖縄で美人のことは何と言うでしょうか。1チラカギ、2カメ、3ガージュン、ガンジュ。まあチラカギですね。2のカメは食べれっていう意味。沖縄のおばあはね、食べれ食べれってやることが多いんで、それをカメカメ攻撃ってね言われたりしますね。ガンジュは健康って意味ですね。ハイサイチャーガンジューねって言ったら、まあこんにちは元気ですかみたいな意味ですね。沖縄でよく見られるシーサーにはどのような効果があるでしょうか。魔除けですね。魔人を追い払う目的で置かれてるんで。沖縄で十五夜に備えられるものなんでしょうか。沖縄に十五夜の文化ってあったんだ。クンペンかな。クッキーみたいなお菓子。まあクンペン好きだよ。あれ美味しいよね。はい、ということで答え合わせ。ヤンバルクイナ、ビン、三振、二来家内からの手紙、とても、波照間島。波照間島は確か南十字星が日本で唯一見られるところだったはず。砂糖なんだ。へえ。白川議、国中涼子さんって那覇出身なんだね。魔除け、最後ふちゃぎ、知らね。ちょっと後で調べたいと思います。ふちゃぎ。おまけ10問21問、沖縄県で作られているコーヒーは何を焙煎したものでしょうか。ベニーモじゃね。琉球王国時代に活躍した武将ゴサ丸が首里城を守るために作った城の名前は何でしょうか。ゴサ丸だか勝連城かな。アメリカ軍基地で捨てられた空き瓶などを利用して作られた沖縄の伝統工芸は何というでしょうか。あ、これ琉球ガラスじゃない。はい、次24問。食紅で大きくのと書かれた沖縄限定の中華風あんまんの名前は何でしょうか。あれのーまんじゅうじゃないの。なんかあるの、のーまんじゅう以外の名前。何、義母まんじゅうとか。じゃあ義母まんじゅうにしておきます。第25問、琉球王国時代から食べられていた千寿香と呼ばれるお菓子は何の花をイメージして作られたものでしょうか。千寿香、
桜？わかんねえな、桜でいいかな。沖縄独自の自然食品で東洋のチーズと呼ばれているのはどれでしょうか。多分豆腐用だよね。はい、沖縄には世界に2つしかないと言われている何の川があるでしょうか。塩の川ですね。名護市にあります、塩川っていうところ。あと1個どこだっけな、ボリビアとかウクライナらへんだっけな、ちょっと知らないです、申し訳ない。西表島には何の形をした砂があるでしょうか。まあ星砂のやつですね。沖縄が国内の生産量 99% を占めるフルーツは何でしょうか。パイナップルです。はい、30問。神の島と沖縄で言われている島は次のうちどれでしょうか。これはね、有名ですね。久高島です。はい、答え合わせいきましょう。サンゴ。知らねえ。中城城。中城城か。勝連城と迷ったんだよね。琉球ガラス。お、義母饅頭当たった。ノーマンチューって言わないの？マジで。ハス。わかんねえな。豆腐用、塩の川、星、パイナップル、久高島。はい、ということで沖縄面白クイズ問題30問結果発表。今回チャンプルーが正解した沖縄クイズの問題数は30問中26問になります。なんかふちゃぎがよく分かんなかったな。あと知らないことが多かったです。いやー、もっと勉強をしたいと思います。皆さんはね、どんな感じでしたかね。まあよかったら問題をね、また解いてみて、でその結果をね、コメント欄に書いてくれると嬉しいです。みんなもね、沖縄のことについていろいろ知っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価お願いします。それではバイバイ。